こんにちは。インターナショナルワイヤークラフト協会の土屋千恵子です。アクセサリー作りに欠かせない丸カンですけれど、今日は丸カンをきれいに簡単につなぐ方法をご紹介したいと思います。どうぞ最後までご覧ください。こちらが丸カンなんですけれども、ちょっと説明するのには小さくて見づらいですので、こちらの大きく作ったね、丸カンの方で説明をしていきたいと思います。丸カンを開いてつないでいくんですけれども、持ち方から説明していきます。ビーズをされている方は丸やっとこと平やっとこで丸カンをねつなぐことが多いと思うんですけれども、それでもしつなぎにくかったりうまくねつなげない場合、その場合はこの丸やっとこがね先端が細くて丸くなっているので不安定でやりにくいっていう可能性も考えられます。では、どうしたらいいかと言いますと、このね平やっとこと平やっとこ、もしくはラジオペンチの小さいものと平やっとこを使って丸カンをねつなぐと安定してつなげるのでおすすめです。今日はラジオペンチの小さいものと平やっとこを使って説明していきたいと思います。まず利き手じゃない方の手にラジオペンチの小さい方を持ちます。そして丸カンは切れ目のある方を向こう側ですね、向こう側に向けます。そして左側をこのようにつかみますね。で右手に平やっとこを持ちまして、右側をつかみます、ね、このような状態ですね、はい、でここから丸カンをね開いていくんですけれども、今こう上から見た図ですね。利き手じゃない方は動かさずに利き手を向こう側にグッと押すように開きます。次に閉じる時ですけれども、このまんま閉じようとするとどうしてもここね隙間が空きやすいんですね。ですのでそれを防ぐためには、ここがこのように重なるように動かします。そして横にスライドさせて持ってきます。ここからちょっとこうね振ってあげますね。そうするとこうねしっかり隙間なくくっつけることができます。ではもう一度やってみます。左側を持って右側を持ちますね。それで左手は動かさずに右手を向こうに動かします。左手は離して丸カンを引っ掛けますね。そして左側をつかんで、左手は動かさずに右手をぶつけるように、ね、重なるように動かします。そして右手を右側にスライドして、このね、切断面、切り口に当たるようにして、そして少しこうね、前後に振ってあげます。切り口がちょうどね、くっつくところで、離してあげると綺麗につなぐことができます。それからありがちなお悩みなんですけれども、ね、手が震えてしまってつなぎにくい場合ですね。で普通に丸カンを、ね、持って開こうとすると手がどうしてもねこう浮いた状態になるので、こう、ね、震えてしまう場合は不安定になってしまいます。じゃあそれを防ぐためには、ここの腕をテーブルにちょっと当ててあげると安定します。でこの状態でこれ、ね、開いてあげて、ここ、ね、また引っ掛けて、ここねくっつけたまま閉じるっていう風にしてあげると安定してつなぐことができます。通常ですとこのようにね丸カンを持ってこうね腕を
当てるとなるとこう手がねちょっと不自然な形になって、ね、何個も何個もつなぐっていうのはちょっと疲れてきちゃったりすると思うんですね。そこでおすすめなのがこちらのビーダロンのスリムシリーズの工具になります。でこちらはですねこのように平やっとこの先端がシュッと曲がった形になってます。で、ね、先端が曲がっているのでこのようにまっすぐに掴むことができます。そしてこのね肘を机に当てて固定します。で利き手の右手で丸カンを開いたり閉じたり、でこの時に左手が工具とね腕がまっすぐな位置にありますので長い間ね何個もつないだりとかしても疲れをさほど感じなくて楽に作業ができると思います。このようにねこの先端が曲がった工具何に使うんだろうなって思われると思うんですけれども、こんな感じで使っていただくと楽に作業ができるのでおすすめです。このチャンネルはワイヤークラフトやその他お役に立てるような情報を発信しております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。高評価ボタンも押していただけたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。